リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、不大生7人による〇〇な話の時間となりました。この番組は第3金曜日19時から不大杉岡ゼミ生が京都の大学や地域のホットな話題を発信していきます。第3回目のパーソナリティは吉岡明です。よろしくお願いいたします。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。第3回目のゲストはグローカル人材開発センターの雪本さやさんと木月美奈穂さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず雪本さんに伺いたいんですけども、はい、グローカル人材開発センターとはどのようなものなのですか？はい、グローカル人材開発センターとはグローカル人材を骨太に育成することを目的とした京都の大学と経済界とを結ぶコーディネート機関です。これまでは京都の大学と経済界が独自に就職のあり方について研究してきたのですが、このセンターでは大学人と、経済人が手を取り合って京都の明日を支える人材や就職のあり方を考えていきます。なるほど。経済界の方や大学界の方っていうのは具体的にどのような方がいらっしゃるんですか？はい、現時点では京都産業大学をはじめとする5つの大学と京都経済同友会をはじめとする4つの経済団体が連携して進めています。なるほど。木月さんに伺いたいんですけども、グローカル人材という言葉、なかなか聞き慣れない言葉なんですけども、一体どういう人材なんでしょうか？はい、グローカルとは造語でグローバルとローカルを掛け合わせた言葉になります。世界を舞台にして活躍するには地域の視点というのが役に立ちますよね。逆に地域で活動するときにはグローバルな広い世界の視野が役に立ちます。つまり世界にも地域社会にもどちらにも通ずる能力を持っている人材というのがグローカル人材ということになります。なるほど、ありがとうございます。グローカル人材開発センターは主に京都で展開していくっていうふうに伺ってるんですけども、はい、他にも大きい都市はたくさんあると思うんですけども、なぜ京都なんですか？はい、そうですね、京都はなんといっても大学の街で人を育てる風土があるっていうことが一つ、また京都はグローカルな資源が揃っている都市だとも考えています。グローカルな資源っていうのは具体的にどのようなものですか？はい、うん、まず世界に通じるという意味では京都は国際都市です。観光もそうですし、ビジネスでも世界で活躍する企業っていうのはたくさんありますよね。で、地域の資源としては京都企業の特徴でもあります三方よしという言葉があります。自分よし、相手よし、世間よしという意味ですね。で、この世間よしというのは地域社会という意味だとも思ってます。つまり京都の土地そのものがグローカルな街だと思ってます。なるほど。それでは具体的な活動について伺いたいんですけども、はい、雪本さんよろしいですか？はい、バックにあるのは文科省の事業プログラムのコーディネートと支援なんですけど、具体的には PBL といって、学生が企業の出した課題解決のために主体的に取り組むようなアクティブラーニング科目の開発を行います。で、私たち2人の活動は、これまで NPO 設立に向けて定款の、調査や、国内外の事例、先進事例調査に行ってまいりました。最近では、EU や OECD のパリ本部に行ってまいりました。なるほど、すごいですね。お二人は学生時代からこのグローカル人材開発センターの設立に携わっているというふうに伺ったんですけども、そのきっかけを教えていただけますか？まずはでは木月さんの方にお願いします。はい、きっかけはズバリ就職活動でした。私はアメリカや南アジアに留学に行ってたんですけれども、帰国後は周りが就職活動一色だったんですね。結構不安だったんですけれども、就職の多様性や生涯学習なんか成立しているアメリカの風土なんか触れていたので、就職よりも勉強の方に重点を置いてました。で、そんな時に中谷先生よりこのプロジェクトをいただいてワクワクしましたね。で、面白いなと思ったのがこのプロジェクトの規模が壮大だということ。
それとあとその課題の着眼点です。就職活動が社会の一つの課題になっているっていうその真実そのものが私にとっては大きな発見でした。なるほど、ありがとうございます。雪本さんはどのようなきっかけがありましたか？はい、私のきっかけはローカルの重要性に気づいたことです。私も、学生時代に中国に留学していたのですが、毎日日本の政治情勢や文化について聞かれ、日々日本について勉強していました。そこで根なし草では生きていけないんだなということを痛感して、ローカルの重要性に気づきました。でもそれと同時に一度外に出ないと自分のアイデンティティや専門性にも気づけなかったので、2つの大きな気づきがありまして、帰国後に学部を超えてこう専門分野をこうまたがるような学生の研究会ワークショップを開きました。でそこで大学教育のあり方についても、こう社会にもっと大学は開いていくべきだ、オープンにしていくべきだという思いを強めまして、それを先生にぶつけたところ、このセンターのお話をいただいて自然と協力させていただくことになりました。ありがとうございます。それでは最後にグローカル人材開発センターの今後について、雪本さん教えていただけますか？はい、このセンターは大学人と企業人のコラボレーションだけではなく、本気で学生たちのアイデア、若者のアイデアを尊重しようという大切な理念があります。これから学生事業部という、各大学のユニークなゼミ活動や学生の主体的な学びを発信する活動も行っていきます。また、国際的に活動することと地域を大切にすることは矛盾しないということも発信していければと思います。そして最後にですね、来る2月28日、グローカル人材開発センターの設立記念シンポジウムを行うことになりました。場所は五条の三部川の結び技です。皆様ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上、このコーナーは京都の大学や地域のホットな話題をお伝えしました。今回はグローカル人材開発センターの雪本さやさんと木月美奈穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では後半に行く前にここで音楽をお聴きいただきます。今日の曲はお二人お気に入りのユナさんのリブヨアライフです。ではどうぞ。この番組は下鴨セブンが京都の大学や地域のホットな話題をお送りします。後半は〇〇な話のコーナーです。このコーナーは下鴨セブンが最近の出来事など自由にトークを繰り広げていきます。ここからは私吉岡と浮田藤井のゼミ生3人でお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日明後日にセンター試験が迫っているということで、
何か受験の思い出など聞ければと思うんですけど、藤井くん何かありますか？そうですね、僕たちが受けたのはもう3年前ということで、もう懐かしいんですけども、僕たちの時は雪がちょうど降ってまして、で試験の途中から降り出したんですけれども、友達とお昼ご飯を、お弁当なんですけれども外で食べる約束をしてまして、で約束通りに外で食べたんですけれども、でその昼休みの後の試験一発目もう震えてしまいまして、全然もう僕できなかったんですよね。そんなことが3年前にありましたね。そうなんですね、やっぱり緊張するとそういう風になっちゃいますよね。そうですね。そうですか。僕も失敗談っていうか思い出があるんですけど、12月の末に、てかまあ勉強も忙しくてごちゃごちゃしてたんですけど、受験票、センター試験の受験票をなくしてしまいまして、12月の31日の夜に、夜中に担任の先生に電話かけたっていう思い出があります。むっちゃ焦ってたんですけど、まあ、結局ちょっと大掃除の時に落ちたと思うんですけど、テレビの下にあったっていう、まあしょうもない、よかったですね、はい、話なんですけど、なんか浮田さんもそういう失敗談というか何かありますか？僕が失敗したわけじゃないんですけど、センター試験会場にね、ちょっと気合い入れすぎたんですかね、マリオとルイージのコスプレして受けてくる受験生がいて、いやもうなん、僕何しに行くんだろうこれからと思って、いやそういう思いもしましたね。なんか緊張感がなくなったというか。マリオとルイージですか？はい、それはなかなか珍しい体験ですよね。僕もヨッシーの格好していけばよかったな。お茶目ですね。ちょっと話変わるんですけどね、ちょっとどうしてもちょっとセンター試験に言いたいなってことがあって、はい、あのね、センター試験の場所って僕らじゃ決めれないでしょ。はいはい、そうですね、僕が飛ばされたとこが山奥の大学やったんですよ。ほんでもう前日泊まり込みで、でまあそこはまあいいんですけどね、校舎がボロボロすぎて隙間風えげつないんですよ。もうなんかめちゃめちゃ手足がかじかんで、で何ですか、手足かじかんで、で寒いから外出て、もうその暖取るように焚き火みたいな、もうドラム缶でめちゃめちゃ火起こしてて、そこであったかさなり言ってるんですけど、もう匂いめちゃめちゃついて。もう最悪でしたね。なんかその体験もなかなかまた珍しい体験ですね。それでは、最後にアドバイスをしたいと思うんですけど、まあ、時間の関係もありますので私がさせていただきます。そうですね、とりあえず緊張はすごいすると思うんですけど、もう落ち着いて頑張ってください。はい。いいですか。今日は杉岡ゼミ生の浮田くん、藤井くんにお越しいただいて受験の話をお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は2月15日の金曜日の19時からです。どうぞお楽しみに。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りしています。